タイラー・ポール・ゼラーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、バイセーリア出身のバスケットボール選手。身長213センチメートル、体重115キログラム。ポジションは、パワーフォワード、センター。兄は元 NBA 選手のルーク・ゼラー。弟は、シャーロット・ホーネッツのコディ・ゼラー。カリフォルニア州、バイセーリで生まれ、インディアナ州ワシントンで育ち。 ワシントン高校でプレーしマクドナルドオールアメリカンに選出された。ゼラーはハイスクールプレイヤー評価サイトによれば2008年センターで7位、全体で33位にランク付けされた。2008年ノースカロライナ大学に入学し4シーズンプレーした。2009年に NCWA チャンピオンに輝いた。この時のチームメイトにはタイラー・ハンズ・ブロー、タイローソン、 ダニー・グリーン、ウェイン・エリントンらの NBA プレイヤーがいる。2012年の NBA ドラフト一巡目17位で、ダラス・マーベリックスに指名され、直後にトレードされクリーブランド・キャバリアーズで NBA プレイヤーとなった。ちなみに、同年のドラフトで、ノースカロライナ大学から指名された選手は、他に、ハリソン・バーンズ、ジョン・ヘンソン、ケンドール・マーシャルがいる。2シーズンで、147試合、 うち64試合に先発出場し、試合平均6.9得点、4.9リバウンドの成績を残した。2014年7月10日、クリーブランドキャバリアーズ、ボストンセルティックス、ブルックリンネッツの3チームカントレードで、ボストンセルティックスに移籍した。2014年12月5日に、対ロサンゼルスレーカーズ戦で、キャリアハイとなる24得点と14リバウンドにアシスト、 一ブロックを記録した。2017年7月2日、セルティックスを解雇された。2017年9月11日、ブルックリン・ネッツと2年契約を結んだ。2018年2月5日、ラッシャード・ボーン、将来のドラフト二巡目指名権とのトレードで、ミルウォーキーバックスに移籍した。2018年10月13日、解雇された。 2019年3月7日、アトランタホークスと10日間契約を結んだが、延長契約を得られなかった。2019年4月5日、メンフィスグリーズリーズと残りのシーズンで契約した。2019年9月28日、デンバーナゲッツのトレーニングキャンプに参加した。2019年10月18日、シーズン開幕前に解雇された。2020年6月24日、 2019から20シーズン中断中に残りシーズンの契約を結んだ。12月2日、トレーニングキャンプのロースターに登録されたが、12月19日、解雇された。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。